星崎雪の下の花雪の下と星崎雪の下の花の比較星崎雪の下は雪の下か雪の下属の植物多年生植物で雪の下の変種または品種とされる茨城県の筑波山で発見され筑波山のみに生育する固有種であるこのため筑波市の花に選ばれ同市の天然記念物となっている星崎雪の下が 一般に見られる雪の下と違う点は、花の形である。通常の雪の下は、下側の2枚の花びらが長くなるが、星咲雪の下は長くならず、上側の3枚の花びらと同じくらいの長さで、花びらの幅が狭い。極端なものでは、下の花びらが退化して、おしべとなっており、通常のおしべとともに、特徴的な星型の花をなす。 可憐な花で、花弁の色は、白色から、淡紅色をしている。花は5月下旬から6月に咲き、花が咲かないと、普通の雪の下と区別することができない。上側の3枚の花びらは、卵形で、長さ1.5から2.5センチメートル、赤色の斑点をつける。先端は A 線と、基部は、遠脚、または、広くさびしで、黄色の斑点が見られる。 おしべは12本あり、約は先端微突頭である。草丈は20から50センチメートルで一般の雪の下と同程度である。星崎雪の下は繁殖力が強く、筑波山神社の石垣へ移植された個体の活着も良い。一方で、茨城県自然博物館による1998年の報告書では自然人生地の方で、 個体数の減少が指摘されている。命名者は原博または牧野富太郎とされる。原命名説では1924年に、牧野命名説では1926年に、それぞれ標本をもとに命名したとしている。原と牧野は星崎雪の下の分類について見解をことにしており、原は雪の下の品種とし、牧野は 品種より一段階上の変種と位置づけた。名前は、花の形に由来し、花弁とおしべが星のような形で咲くことにちなむ。学名は、変種とする立場からは、サクソフラガスタリニフェラミブバリエーションアプテラマキノ、品種とする立場からは、サクソフラガスタリニフェラミブフォームアプテラ、エイチハラ、または、サクソフラガスタリニフェラカーティス F アプテラ、 エイチハラと命名されている。筑波山は、明治以前より、著名な山であり、多くの植物学者が訪れ、筑波笹、筑波組、筑波金門草など多くの新種が発見された。筑波の名こそついていないが、星崎雪の下も、その一種であり、松本幸次郎によって、筑波山の女体山岸壁で発見、採集された。1924年のことである。 松本による発見後、現地では、星崎雪の下は確認されず一時は絶滅したと思われたが、1959年に木村義明が南太山の石垣で群落を発見し、現存が確認された。現在では、南太山だけでなく、筑波山神社でも見ることができる。1988年1月31日に、 つくば市の天然記念物に指定された。なお、登録名称は、ひらがなの、星崎雪の下で、管理者は、つくば市つくば一番地のつくば山神社となっている。また、1997年11月30日に、つくば市の市政施行10周年を記念して、市の花に選定された。つくば市の花に選定された1997年には、茨城における、 絶滅の恐れのある野生生物が観光され、気球種に位置づけられ、同レッドリストの見直しによって発行された2011年版では、絶滅危具合 A 類となった。絶滅危具合 A 類とは、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が、極めて高いものと、定義されている。昭和天皇は、鈴木正智の案内で、筑波山を登山した際、 星崎雪の下に強い興味を示したという。また2000年12月12日に天皇皇后が茨城県岩井市にあるミュージアムパーク茨城県自然博物館を訪れた際、職員が星崎雪の下の標本を紹介したところ皇后は星のような花でしたと感想を述べた。ありがとうございます。